ダメだ。もう尾行がバレる。俺は一旦離れるぞ。あと頼んだ。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。なんだ。怪しいな。悪かったよ。
そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、結構済んだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？
これは。あ、オッケー、見つけた。じゃあスマホ出せ。ハトの映像を送ってやる。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の飲みやってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。しくじんじゃねえぞ。